こんにちはナオですこの動画ではシーフラ川のとぼしびの場所をすべてご紹介いたします安全かつ早く回れるルートを実際にお見せしながら紹介しますのでどうしてもとぼしびの場所を見つけられない方はぜひ参考にしてみてください動画の後半ではシーフラ川にいる少し見つけにくいスカラベの場所もご紹介いたしますので最後まで見ていただけると嬉しいですそれでは早速行ってみましょう まずはマップで全ての灯火の場所を確認していきたいと思います。1つ、2つ、そして3つ、4つ、そして上に行って5つ、6つ、7つ、そして8つ、最後ですね。はい、全てで8個になります。今回、私の行くルートとしては、こちらですね、このシウフラ川から一番近いところ、まずはここに行きたいと思います。 それでは早速1つ目のともし火つけに行きます私のやつはもうついてしまっているので右上の方にですね実際につけた時の映像も一緒に貼っておきます続いて2つ目のともし火をつけに行きましょうこちらですねここのともし火をつけた後こちらワープ装置へ行くまでを一連の流れでご紹介いたしますこのエリアはですね2組のワープ装置が存在しますこのワープ装置をうまく使うことによって効率的に しかも安全に灯火をつけて回ることができますのでぜひご活用くださいさあ見えてきましたねはいこれこちらが2つ目の灯火になりますここで一つ注意点です灯火をつける場合は馬に乗った状態ではつけれませんので必ず馬から降りてつけるようにしてくださいさあそれでですねまた、えー、急斜面を下りましてこのようにどん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 まっすぐ進んでいきます続いてはですねこの小島にはいここですね ここにワープ装置がありますこのワープ装置に触れてくださいこれで離れた場所まで一気に移動することができますマップで見るとこの場所からこの場所まで一瞬で移動したことがわかりますでは次に向かう灯火はこちらこれ3つ目そして4つ目この2つの灯火をまとめてご紹介いたします さあ3つ目の灯し火の場所はこちらですね、この岩の上を少し上ります。するとすぐに見えてきます、はいこちらですね、こちらが3つ目の灯し火になります。周りに敵たくさんいますので、ご注意ください。さあ、これを取ったらですね、すぐさま折り返して、後ろ側ですね、こちらにまっすぐ行くと、はいこのように。 はいこれですこちらが4つ目の灯火の場所になりますこちらにも周囲に敵たくさんいますのでつけたらすぐに逃げましょうさあどんどん駆け抜けていきますこの辺りまで来たらちょっと1回ですね地図を開いて、えー、状況ですね確認した方がいいかもしれません今私がいるのがちょっとここですねで次に向かう灯火なんですけども5つ目の灯火の場所ははいこちらになりますこここれが5つ目の場所 でそのすぐ隣6つ目でこれがですね非常に分かりやすいこの半島の先ですね7つ目で最後小島の8つ目これで最後になります後半戦の4つの灯火は非常にですね周りに敵がたくさんいますのでまとめて一気に紹介していきたいと思いますまずはこのようにはい斜面を下っていってこの崖沿い壁沿いですかねこの右手の岩肌に沿うような形で はいこのように駆け抜けていきますすると目の前にはいこちらですねこれが5つ目の灯し火の場所になります一見モンスターいないようにも見えますがこの灯し火に近づくと現れますのでご注意くださいさあ点灯させたらすぐにこちらですねはいあの光の玉2つの光の玉がふわふわ浮いていると思うんですけどもあれを目印に行くといいかもしれませんただですね光の玉近づくと非常に強力な 電撃攻撃を行ってきますのでその点だけね、ご注意ください。さあ、大きく回り込んでこちら側ですね、はいこれが6つ目の灯し火の場所になります。必ず馬から降りて転倒させるようにしてください。さあ、そしてね、一気に逃げます。転倒させたら一気にこのように駆け抜けて電撃を避けつつですね。 はい、7つ目の灯し火へ向かいます7つ目はですね、はい、このように崖っぷちに立っておりますので非常に分かりやすいかなと思いますこの矢がめちゃくちゃ強力ですのでご注意くださいさあ到着ですこれが7つ目の灯し火の場所になりますこの場所は非常にですね敵からの狙、はい、撃ですね弓攻撃による狙撃が本当にきついので一気に逃げるようにしてくださいさあ残る灯し火はあと1つ どん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 坂を駆け下りますそしてですねこの先この池の中にちょっとしたね小島があるんですけどもこの上にですねはいこここれがお待たせしましたこれが最後の8つ目の灯火の場所になります右上に実際に私が全ての灯火に火をつけた際の映像を流しております はい、このメッセージどこかで格外に力が宿ったこのメッセージが出ることで全ての灯火を灯したよという、えー、印になりますのでこれでご確認くださいそれでは最後にそのどこかとはどの場所なのかこれをですね、ご紹介いたしたいと思いますと言ってもですね、まあわかりやすいですさあこのようにずん、えー、ずん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 走っていくとですねあ、今ね、左の方に見えましたねただですね、ちょっと敵の攻撃が あまりに激しいので、ちょっと1回、1回、祝福で休んでいきましょう、うん、このあたりですね、非常にもう敵のレベルも高いし、攻撃も激しいので、油断大敵ということですね、はいまずは一度、祝福に戻ってきて、休憩を取ります。さあそれではねはねねいもう見えてます、ね、今、えー、私の前方に火が8つ灯った 神殿壊れた神殿のね入り口が見えておりますさここですねここがその先ほど言ったメッセージで出ていたどこかの場所になりますこちらですね今画面に表示しておりますが灯火をつける前はこのように火が灯っていないんですよそれが8つすべて灯火をつけると連動してこのようにこちら火が灯るようになります以上でシーフラ川の灯火についての説明は終了になります 続いてはこのシーフラ川にいる少し分かりづらいスカラベの場所をご紹介していきたいと思います。それでは早速いってみます。まずはシーフラ川井戸下の祝福からスタートします。ここからですね、ここから行きます。ここから少し先に進んだところにね、うん、壊れた女神像みたいなやつがあるんですけども、その上にどうやって行く,行くのか、その説明になります。 敵がかなりいますので、馬で駆け抜けることを推奨します。さあ、少しね、分かりづらいですが、このように、どんどん入ってきます。するとですね、今、見えますかね、はい、ここですね、ここにスカラベがいるんですけれども、普通の行き方では、ちょっと登れないと、どうやって上からこう、回り込むのかなっていうのをですね、今からご紹介いたします。まずは、ここをですね、ひたすら上に向かいます。どん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 走っていきましょう。 さあそしてここでこっちに行くんではなくてこっちじゃないです。そうこっちの方ですね少し寄り道するような形でこちら側に行きますでここら辺で馬を降りてこのですね石の上に乗れるんですよ、ここからは乗れませんですがここ,ここだったらねこのように乗れるんですねはいあとはもう同じです、ぴょんぴょんぴょん飛んで落ちないようにね落下だけ気をつけて。 はいこのように飛んでいきます。メッセージがあったりするので、もしかしたらね、それ発見できた人は気づくかもしれません。さあ、そしてですね、ここ、ここね、ちょっとね、引っ掛けというか、こっちからも行けそうなんですけども、残念、こちら側からはですね、上に乗れないんですね、じゃあ、どうやって行くのかなと、後ろを振り返ると、はい、ここですね、この、よいしょと、上を渡ります、一旦 非常に、えー、高所恐怖症の私にとってはね、冷や汗物なんですが、はいと、今一瞬空中に行きました。さあ、この辺りもどん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 飛んでいくと。で、この先に2体だけ敵いますが、まあ、無視しても OK かなと思います。落下にだけね、気をつけましょう。はい、ここに1つアイテムあります。スローイングダー,ガーまあ、取っても取らなくても。で、ここですね、慌てて落ちちゃうと死んじゃいますので、ご注意ください。まずは、えー、下に、ね、いきなり落下するんではなく、ここ。 ここに一旦降りてはいでこっからですねはいいますねスカラベ君こっからやつにジャンプ攻撃をスかしていくと皆さんはきっちり当ててくださいさあそして下に落としたらもう一発ズドンとはいこれで、えー、無事スカラベを倒して新託のシャボンを入手できます今回の動画は以上で全て終了です最後までご視聴いただきましてありがとうございました チャンネル登録高評価いただけると非常に嬉しいですぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いいたしましょう